斉藤ひとり先生へのご質問。いつも知恵の言葉、愛ある言葉を頂戴し、感謝しております。今回、大不況でも今日はいい日だというテーマでお話を頂戴できましたら、誠に幸甚です。お忙しい中、恐れ入りますが、ご検討くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。斉藤ひとり先生へのご質問は、以下の通りでございます。はい、今テーマを決めて答えてくださいって言われたんですけど、質問の内容に答えることはできるんだけど、テーマを決めちゃうとテーマに沿って答えなくちゃならないんで、そうすると私の言ってることとこう意味が違ってきちゃうかもわからないんで、この仮タイトルはなしで、私の思ってること喋りますから、使えなかった場合遠慮なくこれボツにしてくれて結構ですから、そのつもりで話していきます。はい、どうぞ。大不況はなぜ起きていつまで続くかについてご質問。先日家で子供たちと話していて、どうして大不況になったのと聞かれて言葉に詰まってしまいました。この不況の原因と、この不況はいつまで続くか、どうしたらこの不況を脱出できるかを子供たちが希望を持てるように説明してあげたいのです。どんな言葉で教えてあげたらいいでしょうか。よろしければご教示いただけましたら幸いです。はい、わかりました。大変難しい質問なんで、できるだけわかりやすく話します。実はこの不況っていうのは、よくアメリカが原因だとかね、いろんなこと言うんだけど、実は東西冷戦っていう、ロシアとアメリカが、二極化して地球が二つにこう分断してたようなところがあるんです。西側と東側っていう、自由陣営と共産陣営っていうので分かれてたんです。ところがソ連が崩壊した時に地球というのがほぼ一つになっちゃったんです。で、戦争がない時代が来たんです。と、戦争がない時代が来るとどうなるかっていうと、自由競争のいい時代が来るんですけど、まず武器を作ってたところとか、飛行機作ってたところとか、そういうのもあんまりいらなくなるから、平和なものを作り出すんです。それから兵隊さんってすっごく若くて、一番元気なところを兵隊にいっぱい取ってなきゃいけなかったんだけど、その兵隊がいらなくなってくるんです。そうすると、そういう兵隊さんが外へ出るから人件費が下がるんです。それから、物を生産しだしですから、物の値段が下がり出すんです。で、戦争の時ってのはこれもできない、あれもできない、それから武器作んなきゃいけない、それから1台100億円もするぐらいのジェット機をボーンと撃ち落としたりとかって、そういうことをしてたから、物がこう値上がりする時代なんですよ。で、それが値下がりしてきちゃって、そんなに今度物を作ったからって誰もが買えるわけじゃないから、物が余り出しちゃうと今度買わない時代が来ちゃうっていうのが一つの流れで、平和の産物なんだっていうことを頭の中に入れとかなきゃいけないから、今デフレをなんとか止めたいって言うけど、これは実はデフレは止まらないんです。平和である以上まだまだ続くんです。で、本当にあと5年ぐらいするまでは先が見えないぐらい、どんどん少しずつね、下がります。もちろん一本調子に下がるんじゃないでしょ。上がったり下がったりしながら、こうノコギリの歯みたく、それがこう斜めになってるみたく、こう上がったり下がったりしますよっていうことです。それでもこの利益を出したいなって一部考えたところが、投機といって値上がりしそうなものをどんどん買ってったりとか、そういうことを考え出して、今度金融危機みたいのが起きたんだっていうことなんだけど、あれがなくてもこういう事態が起きちゃったんです。だから私が言ってるように、オバマさんが少しぐらい頑張ろうが、日本のね、鳩山さんが本当に頑張ってるんです。頑張ったからってこの不況はなんとかなるようなものじゃないですよっていうことなんです。で、これが人間的な答えなんですけど、答えって常に2つあるんです。で、神的な答えっていうのがあるんですね。
で神的な答えからすると、どういうことかっていうと、少しずつ神は平和を目指して平和へ向かわしてるんです。それから、平和になれば世界中どこからでも物も買えるし、安いとこへ仕事を出せる。だから今中国が景気がいいっていうのは、今中国というところがすごく安かったから仕事がどんどん出てるんですけど、当初に比べたら中国も豊かになってきて、だいぶ高くなってきてるんです。そうするともうちょっと経つと、今度は中国からインドとかへ仕事が流れます。でこのことによって、確かに日本が先進国は少し下がってるんですよ、いろんな形でね。だけど世界の本当に貧しかったところはだん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 徐々に豊かになってきてるんです。で2つの流れがあって、神のご意志とそれから人間のなせる技、この両方を加味しないと経済ってうまく理解できないんです。だからこの2つを加味すると、世界の国の中からだん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 うんと貧しい国が減っていくんだ、そういうところへ仕事が流れるんだ、次々とね。それから豊かになった国は少しお金を使い出すようになってくるっていう、今の中国のような状態が起きてくるんだなっていうふうに理解すればいいんじゃないかと思います。以上です。今年はどんな年になるかについてご質問。大会社の経営破綻のニュースなどを見て、本当に大不況なんだなぁと痛感しています。今年不況はもっと深刻になるのでしょうか。今年はね、別に前と同じなんです。ただ前と同じっていうように同じ不況なんですけど、それが長く続くと、持ちこたえられないところが出てきちゃうんです。だからってうんと不況になったわけじゃないんです。去年と同じことが続いてるというふうに理解した方がいいと思います。以上です。毎日の生活でどんなことに心を配ったらいいかについてご質問。お金について、こんな不況の時はお金について何を心がけるべきでしょうか。第一には貯金することでしょうか、それとも自己投資が大事でしょうか。これはね、経済学者なんかは使った方がいい使った方がいいって言うけれど、実際にそんなことしたら大変ですから、お金を大切にすること、それから無駄を省くこと、それから自分に投資するっつってもね、本屋さん行っていい本買って読むとかね、会社の役に立つことってなんだろうなって考えるか、自分に投資するというよりも、自分は役に立つ人間だになろうという心がけることの方が大切ですね。以上です。仕事について、1、私はサラリーマンなのですが、リストラや賃金カットという言葉が身近になってきて不安です。今仕事をする上で一番心がけたらいいことは何でしょうか。これはね、本当に今サラリーマンの人は大変だよね。ただサラリーマンの方にできることって限られてんだよね。サラリーマンの方ができることって限られてるから、やっぱしね、笑顔で働く、いい返事する、周りの人に役立つようなことする、そんなことしかないんだよね。で私はそれで十分で、特別なことをする必要ってないと思うよ。以上です。仕事について、2、私は夫と2人で飲食店をやっています。この不況に負けない商売のコツはあるのでしょうか。銀座マルカンさんではどんなことを実践されていますか。よろしければ教えていただければ幸いです。商売っていつの時代でもね、景気が良ければ同業者がバンバン出てくるんです。それで景気がいい時も潰れるところっていっぱいある、実はあるんです。で常にお客さんから支持してもらえるようなことをするしかないんだよね。食べ物屋さんだったら味付けよくしようとかね、窓ガラス汚いんじゃないかとかね、
ほこりが溜まってんじゃないかとか、それから来た時、お疲れ様とかね、ご苦労様でしたとか、また来てくださいねとか、感じがいいとかね、そういう本当に微差をどのぐらい積み重ねられるかで、これをやったらとかっていうほど簡単なことじゃないね。小さいことの積み重ねだから、分かりづらいし、逆に言えばやる気になったらどっからでも始められる。いつの時代でも、景気のいい時代でも悪い時代でもそれしかない。以上です。健康について。1、売上が落ちてきたので、頑張って仕事を増やしたのですが、忙しすぎて心か体を壊してしまいそうです。休みたいけど生活もあるし、こんな私にアドバイスをいただけたら幸いです。この質問はね、めちゃくちゃで嘘だと思うよ。なぜかというと、頑張ったら忙しくなったっていうけど、そんなに簡単にまず忙しくならない。で、もし忙しくなったとしたら、本当に嬉しくてしょうがないの。飽きないやっててわかるけどね、一番疲れるのは暇なことなの。お客さんがいっぱい来たり、仕事が忙しくて、くたぶれたなって言いながら、顔は笑ってるんです、言葉も。本当に辛くないんです。一番辛いのはお客さんが来ないで暇なことなんです。だから、これはね、サラリーマンの人が言ってることじゃないかと思うよ。本当の飽きんどの人だったらね、体の疲れなんかね、お客さんが来てくれたらすっ飛んじゃう。以上です。健康について。2、不況の時は心の病になりやすいのかどうか知りませんが、最近、同僚、古くからの友人、そして家族が次々うつ気味になっていて、私もうつになってしまいそうです。自分も周囲も元気になっていくために何をしたらいいか、ヒントをいただければ幸いです。これはね、神経使うとね、神経使うっていうことは、車で言えばエンジン回してるのと同じだよね。ね、使うってことは必ずエネルギー源がいるってことなんだよね。だから今はね、体の栄養がいっぱい回っててもね、脳の栄養が足りないんだよね。で、これは、単純に栄養障害だと思って、うちの会社も今本当に製造が間に合わないほど売れてるパニウス元気っていうのがあるんだけど、脳の栄養っていうのを、摂取するように心がけた方がいい。別にうちのもん買わなくてもいいけど、本当にこれ栄養の問題だっていうことをね、アメリカやなんかでも本当に最近いっぱい言い出してきてるから、これ栄養なんだっていう目で考えた方がいい。それはもちろん神経の使いすぎって良くないよ。でも使いすぎるってことは何か栄養源がなきゃ脳は動かないんだよね。で、それを使いすぎた結果起きてるっていうふうに考えた方がいいよね。で、それを入れないで直そうっていうのは、無理だよね。それエンジンオイル入れないで車走らせたらどうなっちゃうかっていうのと全く同じだよね。過剰に使えば過剰に減りますからね。一応、これ私たちは栄養障害だと捉えてます。以上です。人間関係について。収入が減って夫婦喧嘩が増えています。勤めている社内も前よりギスギスした感じです。こんな時だからこそみんなと明るく過ごしたいのですが、ついイライラしてしまうことが多く反省しています。アドバイスをいただけましたら幸いです。さっきも言ったんだけどね、経済って言ってもね、戦後食えないこと時に比べたら、はるか日本人って今楽なんです。それから本当に戦前のおしんの時代から比べたら夢のようないい国なんです。まだ世界から日本に入ってこようって来たくても本当にね、そういう人がいっぱいいるんです。で、日本って本当に治安もいいしね、素晴らしい国なんです。で、ここにいてイライラしていいかどうか今神様に試されてるんです。だからこの中でね、お金がちょっとないっつったって食べていけるしね、本当に今こそね、みんなと和気あいあい楽しくやろうねっていう、ここを修行として求められてるんだよね。だからその修行なんだっていうふうに思って、愛のある言葉喋ったりね、ありがとうとか感謝してるよとかね、
いっぱい言った方がいいね。以上です。取り越し苦労、持ち越し苦労をしないコツ。斉藤ひとり先生のご著書を読ませていただいたら、幸せに生きるための方法として取り越し苦労、持ち越し苦労をしないことが大事だと書いてあり、なるほどと納得しました。それでもつい未来への不安や過去の後悔が浮かび、心があちこちさまよってしまいます。アドバイスをいただければ幸いです。何でもそうだけどね、気合だね。人間ほっとくとね、愚痴言いたくなったり泣き言言いたくなったりするけどね、いつの時代を見てもね、100年前より今のがいいし、200年前より今のがいい、ね。縄文時代なんか人間30で死んでたからね、寿命が30しかなかったんだよね。それから思うとどん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 良くなってんだよね。で、本当に良くなってるのに、未来を心配するっていうのは本当はおかしいんだよね。で、今まである技術とか楽しいことを全部駆使すれば、本当に私たちは豊かに生きれるんだよね、精神的にね。で、そのことを思ったら先に不安を感じる必要ってないよ。日本ってこんなに人口あって生きてくるのかって、米は余るほど取れてんだよ。玄米食べれば世界から輸入しなくても平気なんだよ。玄米って完全食なんだよ。あ、収穫しても平気なの。あ、イワシでも食べたら全然平気なんだよ。ね。だ、今までと同じものを食べたいとかって言うからおかしいんだけど、日本人に合ったものちゃんと食べてらね、本当にみんな健康だし豊かだしね、生きれるから発想を変えればいいだけで、いつの時代も今までと時代が変わったらこちらも発想を変えればいいんだよね。で、発想を変えれば何のことはないから、そんなに心配することないよ。それでも心配するんだとしたら、少し脳の栄養でも取った方がいいかな。脳の栄養が足んなくなってくると何でも不安に感じるようになってくるの。不思議なもんだよ。以上です。どんな時でも感謝するコツ。どんな時でも感謝しよう、そして親切な人として生きたいと思っていますけれども、突然トラブルが降りかかったり、家族の病気があったりするとくじけそうになって、なんで私がこんな目にと落ち込んでしまいます。どんな時でも感謝するために何かコツはあるのでしょうか。鍛錬だね。鍛錬、心を練ること。何かあった時のためにやってるんだよね。何かあるとくじけますじゃないの。柔道でもパンと投げられた時の受け身なんだよね。で、受け身何回も練習してんだよね。で、急に投げられたから受け身ができなかったじゃなくて、急に投げられた時のための受け身なんだよね。だから日頃からそういうことを、こういう嫌なこと言われた時も言わないとかね、誰か変なこと言っても愛のある言葉かけるとかね、そこの鍛錬のことなんだよね。で、実際にはね、本当にいろんなことってね、起きないんだよね。で、起きた時のためにまた鍛錬だからね。で、変な、なんていうのかな、地獄言葉みたいの喋ったからって決してあなたが良くなることはないから、だからそれは気をつけた方がいいくて、急に何かがあったからできないじゃなくて、何かあった時のための鍛錬だからね。じゃあしっかり鍛錬してくださいね。まだできないんだとしたら鍛錬が足りないってことだから、もっと練習してくださいということです。以上です。大不況の先にある社会。斉藤ひとり先生のご著書、この不況で損する人、この不況で得する人を読ませていただき感動しました。魂のことを考えると、この時代に生まれたことにも意味がある気がしています。私も明るい未来に貢献したいのですが、日常生活でどんなことをしていけばいいのでしょうか。そしてこの大不況をみんなで乗り切った先には、どんな日本と世界が待っているのでしょうか。世界が少しずつこれから先豊かになってきて、日本みたく先に豊かになってきたとこは、物質的な豊かさじゃなくて、お互い精神的な豊かさ、今度は精神的な豊かさっていうものを追っかけていく、追っかけていくって言い方おかしいけど、精神的な豊かさを少しずつ求めて一歩一歩足出していくっていうことだと思うのね。で、一足先に豊かになった日本は、精神的な豊かさを求めて
一歩一歩先進む、それがみんなの道しるべになるし、これから豊かになってきた国が次に望むことはやっぱりそういうことだしね、せっかくこういう本を読んでるんだから、みんなの日本になるようにね、あの心の豊かさの時代に入ってくるってことだと思います。前昔はね、心ばっかりだったの。今みんなさ、食べれるようになったじゃない。そして、洋服も着れるようになったじゃないね、こういういい時代になったんだからね、今こそ本当の真の心の豊かさを求める時だね。でまたそれを実現できる我々は幸せだね、実現できるってこれからだよね。自分たちが実現していくっていうことは幸せですねっていうことです。以上です。ありがとうございます。ご質問は以上です。感謝しております。はい、どうもありがとうございます。以上の答えなんですけど、この質問には本当にこれ以上の答えが私としては出せないんです。でまた私の言ってることで、あの他の答えを求めてたのかもわかんないけど、これが答えなんです。でこのように流れてきます、時代が。でこれは誰にも止められません。でまた止める必要もないんです。本当に順調にね、いい方向に流れてます。以上です。それでまだ細かいこと言うとおかしいんだけどね、あのまだまだ日本人は学ぶことがいっぱいあります。今お年寄り大切にするっていうのも本当は大切なんだけど、何でもかんでもあの年寄りにこれからお金をかけてどうのこうのって言うと、これから若い人たちね、私たちの面倒見てく若い人たちが就職ができないとかね、あのどっかで適当なところで、あの年寄りも本当にこう毎日歩くとか、歩ける人はだよ、歩いたり自分の健康管理したりとかね、あの、うん、若い時頑張ったんだから国の世話になるの当たり前なんだっていう、そういう考えよりもね、自分たちにできることは何だろう、若い人たちに私たちがしてやれることは何だろう、若い人たちは若い人たちで私たちがお年寄りにできることは何だろうとか、みんなでできることを考えて平均的なねバランスでものを見ないと、あの年寄りばっかしね、いいことが傾いてもね、若い人たち困っちゃうし、若い人たちは若い人たちで働き口もないのに年寄り支えようもなくなってきちゃうんだよね。だからみんなで仕事を分け合うなりとか、みんなでできることを分け合ってこれから生きていく、それも心の豊かさだし、仕事の豊かさ、豊かな考え方でいかないとこの先乗り越えていくことってできないよね。私は私なりにできることでこういうなんていうの、質問にお答えしたり、微力ながら一生懸命働いて税金を納めたりとか、できるだけのことをねやっていかなきゃいけないけど、国全体考えてあの人が悪いとかこっちが悪いとかっていう誰かを責めるんじゃなくて、自分たちが何かできることがあるんじゃないかっていう豊かな考えから発想していかないと、あの明るい未来も、明るい未来ならほっといても明るいとこ行くんじゃないよ。明るい反対側は暗いんだからね、そっちの方へ向かっちゃったら暗い方行っちゃうよ。だから決してね、先が暗いと言ってんじゃないの、暗いとこへ向かってっちゃダメだよって、明るい方へね、やっぱし今からはお互いできることなんだろう、自分にできることはなんだろう、何をしてくれとかってもう要求ばかしじゃない時代がこれから来るんだって、自分たちのできることを楽しくやっていこうっていう時代が来ると思います。期待通りの答えができなくてどうもすいません。以上です。